どうもショウです。カメヤンです。パニックも知りたいっす。イエイってことで、はい、ちょっと久々やからな。動画とも久々やから知らない。これぐらい許して。ちょっとパー言うだけど。で、まあ今日はね、もうこれだいぶ前にシーンじゃないな、9点なんやった、9点のセール、メガテンセールみたいな、メガ割みたいなやつがあって、その時に大量にこう化粧品を買ってんな。もうだって2ヶ月ぐらい経ったんで、もうちょい経ってんじゃん、2、3ヶ月ぐらい多分前に買って、でそれをやっと今回動画撮ろうかと、ずっと使わんと置いてたんですよ。でまあ普通にね、その紹介しても面白くないんで、まあ、まあ僕に一個ずつ紹介しながら僕に塗っていくと、だから僕がもう商品になるわけですよ、言うたらね。そんな形で、まあまあもう紹介に関しては俺別にもう何もすることないから、俺もう今日やからもう横にいるだけ、横にいて顔を差し出すだけやから。自分でしやへんの？自分ではせえへんよ。せえへん。してよ。それは。せっかくやったらだってちゃんとできてるかどうかじゃん。あ、そういうこと？うん。じゃあまあとりあえず早速、じゃあ紹介していきましょう。一つ目。とりあえず化粧に使わん。そやな。なんかいろいろあるから危ない薬やな。ビタミン剤。完全に。RX ザビタミン C23 セラム 20ml。 はいこれね、それがなんかようわからんけど、多分これやろ。やばいもん絶対、全部英語と韓国語と日本語なし。危なすぎる、マジで。こんなん劇薬やん絶対。皮膚とか溶けるやつやで多分。まあこれ2200円くらいか、セールじゃなくてか。これセールじゃなくて、セールの時いくらで買ってるかもう忘れた。もうセールの時の値段かな、もう記憶にないけど、1823円。なるほど、1823円、やったらしい。まあこれはもう化粧に使わへんから関係ない、どんどんいくわ。紹介だけ。この辺も多分美容液とか、まあ美容液、うん、これもシミ消し、シミ消しの美容液。はい、と靴やな、厚底のめっちゃ重たい靴、やばいマジで。悟空が修行するぐらい重いやつ。ガチ重い、これビビんで、めっちゃ重い。これもシミ消し、シミ消し、はい。これがまつげ美容液。こっからはもう全部あれか？こっからは使うな。合計何点買ってんのこれ？15点。15点ね。で、今紹介したんが、1、2、3、4、4個かな？ 1、2、3、4個。4つ紹介しました。だからあと11点は、メイク、化粧品という形で。まあ僕の顔ね、もともと多分顔濃いんで、メイクしづらいと思うんですよ。まあまあ、どんだけ変わっていくのか。僕初めてなんで、メイク。ちょっと一回ね、やってみようかな。やってみようかなって、やってもらおうかな。と思います。はい。やっていこう。やっていこう。このブラシ20本入り。20本入り。これは今日は使えません。これないな。1184円。安そうやな。じゃあまず下地から。はい。下地からね。クッションカバー。クッションカバーやって。さっき下地行こう。下地、はい。まあ、下地本体必要やから。これはよくあるやつ。半分だけ塗る？半分だけ。あ、半顔？うん。こっちだけとか。下地いきます。男前やからな。そういえばさ、もう1ヶ月ぐらい動画を投稿してないね。今放置しすぎて出会いに来てしまう。やばい、1ヶ月ぐらい投稿してなくて、動画ついにチャンネル登録者数2人ぐらい減ったな。ああでもやっと2人なんや。うん、今416人。やっと減ったのか。全然減らへんな、思ったより。みんな言うてしまう。お前で、うわぁ、やばっ。ディッシュディッシュ固まってんの、めっちゃ振ってたわ。あいーあーい、いけるかな。お、いけた、いけた、いけた、めっちゃ振ったもん。はいはいはい、こんな感じね。テカリ防止やからな、テカるところにいっぱい。めっちゃテカるからな、これ。デコ結構テカるよな。スポンジないわ。いや、放置されてんねんけど。そのまま。あらんかるやん。わからんやろ。わからんわ。やろな。でもうち一番ブリッジ好きやけど、多分あらんかるって言っても、一回、んってなんで。うち全部やん。あいつは。次が。まだ何も変わらんな。下地やからな。でもちょっと明るくなってる。トーンアップした。白くなってる。これが、ミシャの。クッションファンデ、さっき紹介したやつね。うん、ぴょーん、どんな、この新しい化粧品開けるときめっちゃ楽しい。
冷たっ、塗りすぎやん。濃い。いや、伸ばしていくね。そんな言うて、お前失敗は認めろよ。真っ白。でもこうやって見とるとめっちゃ色濃いのに、塗ると白いな。やば、気持ち悪い。もうメイクする前の方が男前やん。絶対こっちの方が良かった。こっちも下地ファンデーション、かわいい。まずたまごっち見れる。てる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 。こっちの方が良かったかな。でもこれ多分もっと白いね。一緒や、俺から見たら一緒。これはじゃあ紹介だけ。はい、これ2個ときミニサイズの2個あって、金額がそんな変わらへんの。2500円。2596円。でもセール前3500円ぐらいから、1000円ぐらい安なってるな。まあもう今セールやってないけどな。もう2ヶ月ぐらい前に終わったから、うん、全然手遅れやけど。紹介だけ。てる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 のファンデーションね、48番。次アイシャドウ。てるてるのクマのプーさんみたい。アイシャドウね、とりあえずじゃあ塗っていこう。ほら、めっちゃ可愛くない。ああ、よう見るパレットやん。チョコレートみたいな。めっちゃ美味しそう。見せて。へえー。発色がどうかやんな。先生、閉じる？目閉じて。ああ、めっちゃ薄いわ。こんなカメラ越しやったらほぼわからんのじゃん。何も変わってなくない？ちょっとしらく。気持ち悪い。何これ。怖っ。化粧のり悪い？化粧のり悪いっていうか、こいつの発色が悪い。ハズレやん、じゃあもう。ラーメンもちっちゃい。え、こうやって見るとめっちゃ綺麗やのに、乗せるとラーメンがなくなる。これはちょっと失敗かも。あ、まあ一応ラーメンはついてんな、でも。うん、だ、色が全然ない。白顔、気持ち悪い。絶対濃すぎるやん。あんたが黒すぎね。そういうこと？次。次。涙袋。ほんま最近多い、増えたよな。なんか舐めてもうた。きっとね。この化粧をする男子。いや。え？いや。でもブスやで。ブスやから化粧すんねやろ。うん。でもそれに騙されたらうわってなるやん、みんなどうせ。それは女も一緒や。え、女は一緒やけど、女は正当化されてるやん、それが。されとるか。されてるやろ。これがセコモ。え、セコモって書いてんの、ほらほら、見えへんかな。セコモ、セコモのあの、目のやつやな。ゲコモっちゃう、ゲコモ。ゲコモか。 G ちゃう、それ G。 G-E-C-O-M-O。 ゲコモやな。ゲコモの、これ何、愛、涙袋。涙袋、書くやつ。なんで僕なんか元々あるもん、俺。高んでもあるもんね。うん。こっしょ試し。晴れたやん。めっちゃぷくってなった。これはいい。豆腐が動くな。気持ち悪い。これはいいかも。なるほど。ぷっくってなったよ。ぷっくってなったけど、こっちの方が多分あんねん。ほら。じゃあまだ影描いてないから、影を描きます。はい。すごいな、メイクって。みんな器用なんやろな。自分の目を塗り絵するってことやろ。なるやろ、そんな。言うたら。画家志望したらいいやん、みんな。あ、バカにしてんで、ちなみに。世の中の女全員バカにしてんで。うわ、怖っ。わからへんわ。全然今まで何変わったかわからへん。下に影作って。ここに。そうなん。そしたら涙袋ぽっこって。ああ、広がるってこと。ああ、影、あれか、陰と陽か、ショネとウッチみたいなもんがいたら、言うたら。どん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 陰の質が入ってきてるからな、あいつ、さらに。次、これ。これが今回一番欲しかったやつ。何？なんか TikTok でめっちゃバズっとった。あのさ、中国人がさ、めっちゃ化粧してる。ああ、するやつな、あるな。あの人らが絶対使っとるやつ。へえ。アイライトと、ああ、分かれてるの。てかシャドウ、アイシャドウ、え、影、ああが一本になっとるやつ、うん、ああ、こう鼻筋とかピッて描くやつか。そう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 、そういうやつな。描いてみよう。
うわ、こで、スーパーって手でビビッとするやつやろ。加減が分からへん。ほんまやな。うわ、気持ち悪い。鼻高く見えるってやつやな。そうそう。オッケー。で、ハイライト。ハイライト。これだとどんだけ効果あるかやな。鼻筋。あ、すごい。鼻筋シャキーンってなった。おー、すごいな、でも。ちょっとシュってなったかもな。それはチーク。これはまあ、言われるやつ。セザンヌ。セザンヌのチークね。鼻柄のやつや。おパンティーみたいなやつやな。あの、おばちゃんの。婦人服売り場にやってるやつ。うわ、色めっちゃ怖い。あ、まあまあまあ、ついたのはわかんな。かわいい。急にオカマかんました。わー、まあ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 。はいはいはい。これもミシャのアイライン。ミシャのアイラインね。本物か。あ、ライン難しいやつやん。これちょっとこっち向こうは。うん。じゃあ動かんといたら。あ、動くな。おい。めっちゃしゃびしゃびやな、これ。うん。垂れてきてる感じで。あ、ちょっとどうやったら、もうほらああ、うわ、やった最悪や、いったお前や。まあまあ涙袋みたいなもんやろ。涙袋みたいなもんやろ。上のまぶた。ちょっと閉じて。やばいや、二重幅広すぎてわけわからんものあったやん。目閉じただけやのに。かわいてないのに。もうこうなったらどうでもいいわ。おかもや、おかも。ああ、なるほど、なるほど。うわーすげえ。おい待って、二重幅広すぎや。どこについてるおかしない何センチやねん、ここ。気持ち悪い。めっちゃおかまやな。ちょっとそっち半分隠してよ。はい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 。まあ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 。気持ち悪い。お、いいやん。こんな感じですね。はいはい。やっぱでもここまで目を触るとやっぱ変わんな。まつげ。まつげカールやな。カール。オッケー。どうぞ。挟んだらごめんよ。いやいや。ちゃんとしや。え、怖い。動かんといて。こわ。挟めない？うん、大丈夫。痛い。痛くないけど。で、マスカラ？これもよくあるやつ。デジャブ。ああ、よく聞かれたな。CM で聞くわ。デジャブ。うわ、こうなったな、目。一回ちょっとアップでいる？下まつげも。うわー気持ち悪い。上げて回すから、うん、これで終わり。買ったやつは一通りやった。全部使った？全部使った。あー合計でこれが15個かで、覗いたやつ11個やなってことで、元の顔これね。で、半分だけまあ顔を描いてんけど、描いた買ったやつでこれね。ベベーンだいぶ気持ち悪い。気持ち悪い。もう分かったやん、これで。メイクより俺の顔の方が強いってことか。涙袋描こうが、もともとの涙袋の方がでかいし、眉毛描こうが、眉毛濃くしようが、まつげ濃くしようが、俺のまつげの方がもともと長いし、存在意義あるし、そんな感じでね、まあ全然ね、変わらんと思うわ。うん。やっぱりな、あの、ブスしかやらへん方がいいね。ほんまに。メイクって。男特にな。こうだな。でもどうなん？その、どれが良かった？これは使える。あー、その中国人愛用のやつな。そうそうそう。でもめっちゃ綺麗ちゃう。アイラインちゃうわ。ノースシャドウやったっけ。ノーズとシャドウとハイライト。ハイライトと。なるほどなるほど。嫌なテカリじゃないから、これは使える。だいぶでもこれはいつも愛用してるから、これは買い足しただけ。そういうことな。これも買い足しただけ。そういうことです。そういうことです。で、合計が1万何千か、うん、ぐらいかな。1万ちょっと。まあ、15個ぐらい買って1万ちょっとぐらいで済んだんかな。そんなやから9点の目代わりみたいなセール中やったから。まあね、ごめんなさい、目代わりしてたらみんなにね、みんなも買ってみてくださいって言うけど、もう女子ないから、もう何も言うことないね。オチも別に特にない。これは買わん方がいい。やって、これはもうダサくらしいわ。ゴミゴミらしい。だって全然色つかへんしさ、ラメも可愛いし。まあ、それはな、実物見てないから分からんな、こんなん実際。これ300円やからな。安っ。元取れるんすね。300円で元取れんの化粧品って。ってことでね、まぁ、今回は、まぁまぁ、まったりとというか、まぁ、たまにはそういうね、商品紹介系もいいんじゃないのってことで、やってみました。
まあね、僕らほんま好きなようなことをね、やりたいだけなんで、好きなようにね、たまに動画をちょちょって撮って、上げていこうと思いますんで、まあこれからも皆さんね、よろしくお願いいたします。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録&、高評価。よろしくお願いいたします。じゃあね、バイ!ゲイバーで待ってるわ。